速報、森本貴之、セリエ最長戦へ、J リーグ史上最年少記録保持者の挑戦。15歳11ヶ月28日で J リーグ初ゴールをマークしたワセイロナウドこと森本貴之さんが、セリエド入りする可能性が大きくなった模様。メディカルチェックで問題がなければセリエドのアクラガス入団で正式サインする見込みだという。アクラガスは現在4部相当に所属しチーム最高カテゴリーはセリエ C、 本拠地は10年前に森本さんがカターニャ入団時に上陸したのと同じシチリア島であり、実現すれば10年ぶりの同じ地でのセリエ最長戦となる。当時日本ではワセイロナウドと呼ばれ活躍が大きく期待されていましたが、度重なる怪我などで思うような成長を見せつけられずにここまで来た森本さんですが、その日本人離れした体幹の強さとキレのあるドリブルは健在の模様。15歳で初ゴールはヤバいな。当時高1だっけ。ワセイロナウド懐かしい。平山と森本が日本のみトップになると確信していた頃、レアルと対戦した時ロベカル抜いてなかった。実際カターニャでも評価良かったんだよな。確か怪我が悔やまれるよね。プロ20年目って時点ですごすぎる。パラグアイの事故ってどうなったん。台湾にいたのは知らんかったわ。体出来上がってから海外挑戦でも良かった気がするけどな。カターニャでも監督から気に入られてたんよね。イタリア語全く話せなかったから戦術理解できなかったとかいう話もあるけど真相はわからん。最後にレアルマドリード戦の森本 VS ロベカルのシーンをどうぞ。高校生でこのプレーはただのロナウドやろ。